はい、ジェッチャン PRT ポータブルゼロです。今日は何日だ、10月のね、はい、26日になりますね。はい、先ほどね、ポストに、ね、入ってましたね、来たらね。はい、どここれ、うわ寒っ、冷えてきましたからね、今暖房が入りましたが、新月総合通信局、関東総合通信局ってところに慣れてましたがね、新越総合通信局の無線通信部陸上課、免許ですよ免許、固定局のね免許が来ました。さてと、じゃあね開封してみましょうか。今日はそのネタなんですけどね、はい、ガチで開けてませんよね、ガチで開けてないんでね。コールサインはね何が来ますかね。はい、開けていきますよね。ちょっとこれセット、はいよ、片手で撮ってるからね、ちょっと用とかっていう人がいるんでな、たまにな。はい、じゃあね、今ね本当にハサミ開けてね、撮りました。出ましたよ、いきます。識別符号ジュリエットジュリエットゼロ、タンゴロメオジュリエット、あれ聞いたことあるかな、ないよな。 JJ0TRJ か、TRJ、TRJ なんかネタであるかな。 TRJ、 タンゴロメオジュリエット、 TRJ、 タンゴロメオジュリエット、あでも言いやすいかな。 JJ0 タンゴロメオジュリエット、J ばっかじゃねえかよ。打ちやすいんだか打ちにくいんだか分かんねえな。打ちにくい符号じゃねえな。はい、ということで、はい、君名前がつきました。 JJ0 の TRJ です。はい、ほとんどね電信だと思いますよ、出るとしてもね。電信の呼び込みがほとんどかな。あとは DX やるときね。はい、だからね、いや普段ね多分十中八九出るのはね JH1 PRT のストローク0ですけどね、はい、呼ぶときに JJ0 のね TRJ から呼ばれたら私だってことでね、なんだ家にいるのかよってね。もちろんね移動運用したら JH1 PRT ストローク0ですしね、このね固定シャックのこの FT2000 から出てるときがねおおむね JJ0 の TRJ、だから DX 狙うときが多いかな。あとはね国内ね面小取りとかねの呼び込みとかね、はい、なんでね、はい、ゼロコールが来ましたってことでね、ジェッチャン PRT ストローク0 &JJ0TRJ からでした。今後ともねよろしくお願いします。さようなら。